県は今日、来年度の当初予算案を発表しました。東京オリンピック・パラリンピックの県内開催を控え、特にスポーツに力を入れました。ワンチーム、ワンフォアオール、オールフォアワンでですね、元気にしていくというこういうあの理念で編成をした次第であります。川勝知事はラグビーワールドカップ日本代表のスローガンを掲げて来年度の予算編成を発表しました。一般会計は1兆2792億円と今年度の当初予算案に比べて726億円増え、川勝県政では最も大きい予算規模です。来年度特に力を入れた戦略の一つが誰もがスポーツに親しむ環境づくりです。東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、交通輸送の対策や聖火リレーの運営など関連事業費として18億9100万円を計上しました。また小中学校でのラグビー教育やエコパスタジアムにモニュメントを設置する費用などに1億8600万円を盛り込んでいます。うちにも外にも攻めの躍動的なエネルギッシュなですね、活躍ができる予算になったのではないかと思っています。川勝知事は世界を相手に静岡をスポーツの聖地にすると力を込めました。学校はどうするんだ。